霊夢、新潟に行かないか？新潟。どうしたのよマリサ、急にびっくりしたわ。普段アニメとゲーム実況しか見ない私だが、さっきたまたま見たニュースで知ったんだぜ。あら、マリサがニュースを見るなんて、本当に珍しいわね。ニュースによるとな、地震の影響で、新潟の観光客が減っているらしいんだ。ああ、私も知っているわ。キャンセルが相次いでるらしいわね。旅館やお店はさ、お客さんを見込んで、食材を用意していても、キャンセルが相次いだら、全部無駄になってしまうだろ。もったいないぜ、そんなの耐えられないんだ。余った食材あるところにマリサありなんだぜ。新潟へ行って食べないとなんだ。やっぱりマリサの動機は食べ物なのね。でも、その通りよ。被災は免れても新潟の観光スポットは、今大変みたいだわ。そうだろ？だからさ、今から新潟へ行こうぜ。いいけど、マリサは具体的に、新潟へ行って、何をしたいのかしら？え？そりゃ、食べ。食べること以外でよ。え？もちろん、新潟はお米やお蕎麦、海の幸といった食べ物が美味しいところだけど、いろいろな観光名所を巡りながら、その先々でお金を使うことも大切だと思うの。食べること以外、何も考えてなかったんだぜ。そういうことだろうと思って今回は、マリサに行ってほしい新潟の観光名所を、13個解説するわ。どの名所も、一度は行ってみたい、と思うような素敵なところばっかり選んでみたの。新潟は本当に美しい景色がたくさん楽しめるところだって、よくわかると思うわ。おお、助かるんだぜ。絶景を楽しみながら食べるご飯は格別だしな。結局、食べること優先なのね。まあいいわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一つ目は、十日町市にある清津峡渓谷トンネルよ。うわぁ、なんだここは？すごい神秘的な場所だな。絶対写真を撮って、SNS にアップしたいんだぜ。清津峡は日本三大渓谷の一つとして、川を挟んだ V 字型の深い谷が絶景なんだけど、2018年にトンネル部分をリニューアルし、アート作品としても生まれ変わったの。その結果、美しい景色と写真映えを兼ね備えた観光名所の一つになったのよ。近くにはおしゃれなカフェや、足湯が楽しめるスペースもあるわ。清津峡を見るだけでも、きっとすごい景色に感動するんだろうけど、写真映えスポットやゆっくりできるスペースがあるのっていいよな。特にこの写真の場所、本当に見に行きたいぜ。暗い長いトンネルを抜けてこの景色が見られるらしいから、写真だけでなく、動画で撮影するのもいいかもしれないわね。ところで、さっき言ってたカフェにはどういうメニューがあるんだ？トンネル入り口のカフェでは、ソフトクリームやコーヒーが楽しめるわよ。近くには、清津百貨というカフェもあって、地元の食材を楽しめるご飯系メニューも、食べられるわ。ああいいな、両方行きたいぜ。自然の景色を楽しむ場所って、ご飯食べる場所に困ることもありそうだが、清津渓谷は大丈夫そうだな。メンテナンス期間があったり、繁忙期には予約が必要だったりするから、遊びに行く前に必ずホームページで確認しましょうね。かしこまりなんだぜ。二つ目は、魚沼市にあるしおり峠の滝雲よ。滝雲？滝なのか雲なのかどっちだ？なんかゲームの中の世界みたいだぜ。滝雲は、ここで見られる非常に珍しい現象でね、谷までできた霧が雲となって、山々を越えて滝のように流れていくの。だからつまり、滝雲は雲ってことになるわね。日本で滝雲が見たい場合はここ、しおり峠に行くのが一番いいのよ。しおり峠に行けばいつでも滝雲が見られるのか？残念ながら滝雲は自然現象だから、いつでも必ず見られるわけではないの。滝雲が起こりやすい条件がいくつかあって、朝晩の寒暖差が大きい時期の晴れた日、早朝に見られる可能性が高いとされているわ。早朝か。早起きは苦手なんだぜ。しかもさ、こんな浮世離れした景色、山に登らないといけないんじゃないか？朝早くに山登り、供養だよな。安心してマリサ。しおり峠の滝雲は、登山しなくても車で行けば見られるわ。おお、本当か、車で行けるなんて、大朗報なんだぜ。私は無免許だけどな。こないだみたいに、霊夢に運転をお願いしないとだな。レンタカー借りれるかな？その点も抜かりないわよ、マリサ。滝雲がよく見られる時期には、絶景スポットまで連れてってくれる、魚沼滝雲シャトルバス、を、運行してくれてるの。主に9月から11月の土日の早朝に、運行しているからぜひチェックしてみてね。とりあえずバスで連れてってくれるなら、乗ってしまえば到着まで寝てても安心だ。駐車場を探す必要もないし、ありがたいわよね。お次は雲ではなく正真正銘の滝、苗名滝よ。妙高市にあるわ、新潟県と長野県の間を流れる関川に架かる滝で、迫力満点なの。へぇ、そんなに迫力満点なのか。ここでマリサにクイズよ、苗名滝の名前の由来は、
滝が迫力満点なことを表すある言葉から来ているのだけれど、それは何でしょう。1. 地震。2. 雷。3. 親父。さあ、どれかしら。親父みたいに迫力のある滝とか、なんか嫌だな。じゃあ、2の雷で。ブブー、不正解。もちろん親父でもないわ。答えは1の地震よ。苗な滝の、苗、は、ここで地震が起こる時の大地を意味する、苗、から来ていて、滝の落ちる音がまるで地震のように迫力があることから、名付けられたとされてるの。55メートルもある滝が岩に打ち付けられる音がとにかくすごいらしいわ。地鳴りがしているのか?と思うくらいの滝ってことだな。正直地震はこりごりだが、地震のようにすごい滝だったら、ぜひ見てみたいんだぜ。4つ目は、最初に紹介した清津峡と同じ十日町市にある、美人林よ。なんだって?まるで私のためにあるような名前じゃないか?妖精のように美人な私が佇んだら、雰囲気ありまくりな感じの林だぜ。雰囲気のある林であることは間違いないわね。なぜ美人林って名前かというと、一度大正末期に木炭を生産するため、一斉にブナの木が切り倒されてしまってね。けれどその翌年の春、新しく一斉にブナが芽生えて成長したらしいわ。ブナが美しく生え揃った様子から、美人林と呼ばれるようになったそうなの。見た目が美しいだけでなく、たくましさも兼ね揃えているんだな。まさしく私にぴったりだ。しかし、この写真、綺麗だが寒そうだな。美人林は雪景色もとっても綺麗だけど、春と夏は緑、秋は紅葉が美しくて、春夏秋冬いつでも綺麗な景色を楽しめるわよ。さすが美人は隙がないんだぜ。夏にのんびり散策するのも、気持ちよさそうでいいな。夏のブナ林の中は周囲より少し気温が低いらしいわよ。快適そうね。冬の雪の時期にはスノーシューの貸し出しもあるみたいだし、ほんと、いつ行っても楽しそうだわ。5つ目は、南魚沼郡湯沢町にある、苗場ドラゴンドラを紹介するわ。ドラゴンドラ?ドラゴンなのか?ゴンドラなのか?どっちだ?さすがにドラゴンがいるわけないでしょ。ゴンドラよ。イメージキャラクターはドラゴンだけどね。苗場ドラゴンドラは、苗場スキー場と神楽スキー場を行き来する、プリンスホテルが運営するゴンドラなの。正式名称は苗場、田代ゴンドラよ。ドラゴンドラは愛称みたいなものね。ああ、スキー場のゴンドラなのか、スキーやスノボしないからな。あんまり私には関係なさそうだぜ。そんなことないわよ、マリサ。ドラゴンドラはね、スキーシーズンだけでなく、新緑のシーズンや紅葉のシーズンに、観光用の季節運行をしているわ。ちなみに、苗場ドラゴンドラは、全長5481メートルもある、日本最長のゴンドラとしても有名よ。新緑や紅葉の景色を、だいたい 5.5 キロメートルも楽しめるのか。そう聞いたら、がぜん、乗ってみたくなったんだぜ。乗っている間に見える二重湖は、エメラルドグリーンに輝いていて、山々から覗く姿がとっても綺麗よ。ちなみにここ苗場は以前の動画で、格安のリゾートマンションが10万円以内で、購入できるところとして紹介したわ。それじゃあ6つ目を紹介するわね。おじや市のおじや風船一揆よ。一揆って、農民とかの反乱運動的なやつじゃないのか?観光スポットなのか?安心して、マリサ。これはそういう名前なだけで、雪景色の中カラフルな気球を飛ばして楽しむ、お祭りのようなイベントよ。なんだ、ほっとしたぜ。1977年に第1回が開催されていて、日本海カップクロスカントリー選手権大会も、兼ねている大々的なイベントなの。第1回開催当初は7機だった気球も、現在では40機もの参加数を誇り、真っ白な雪の中たくさん気球が並ぶ姿は、コントラストがとっても綺麗で、ワクワクするわよ。確かに気球がたくさん並んでるところって、見たことないよな。しかも雪景色、一度行ってみたいぜ。そしてさらにマリサがもっと行きたくなる、とっておきの情報を教えてあげるわ。お、なんだなんだ?おじや風船一期開催中は、うまいもの広場、っていう、おじや市の美味しいものを販売する店舗も集まるの。おお、いいな、最高なんだぜ。ぜひ行きたいところなんだが、一つ不安があるとすれば、アクセスかな?それだけ気球が見られるって、かなり広い場所が必要と思うんだが、どうやって行けばいいんだ?確かに、おじや風船一期の開催場所は、おじや市の中心部から2から3キロメートルほど、離れたところなのよね。でも、こちらも安心して。開催期間中には、街中のおじや市役所やおじや総合病院前から、無料のシャトルバスが出るから、またもやシャトルバス、しかも無料か、ありがたいんだぜ。毎年2月の下旬頃2日間開催されるから、ぜひ行ってみてほしいわ。新潟のおすすめ絶景13選、いよいよ、後半戦に突入ね。
7つ目のおすすめは、村上市にある、笹川流れよ。これもイベントか？なんか七夕っぽい名前だな。残念ながら違うわ。新潟県の最北端にあって、荒波によって作り上げられた個性的な岩と、非常に透明度の高い青い海の両方が楽しめる、見応えのある景観が特徴のスポットよ。イベントでも、川でもなく、海なんだな。笹川流れは、国の名勝天然記念物にも指定されているわ。それだけ他ではなかなか見られない、荘厳な景色と言えるわね。新潟県って、山焼きだけじゃなくて、海沿いにも綺麗な景色があるんだな。笹川流れの景色を楽しむには、ぜひ体験してほしいことがあって、それが、遊覧船、と、夕日、なの。笹川流れには、いろんな形の変わった岩がたくさんあるから、遊覧船で解説してもらいながら、眺めるのが楽しいわよ。船からじゃないと見られない景色も、ありそうだよな。遊覧船では、カモメにカッパエビ船をあげる餌付けタイムもあるの。カッパエビ船、カモメが食べるのか？私も大好物だぜ。これは負けてられないな。いやいや、せっかくの機会なんだから、張り合わないでちゃんとカモメにあげてね。あと、笹川流れは夕日の景色がまたいいのよねー。笹川流れの夕日を楽しむなら、JR 羽越本線桑川駅に隣接された道の駅、笹川流れ夕日会館、がおすすめね。笹川流れの夕日を見るためにあるような、名前だな。ここでしか食べられない、水色で塩味の効いた、日本海ソフトクリームを食べながら、ぜひ夕日を眺めてほしいわ。水色か、でも限定ソフトクリームは、ぜひ見物だよな。次は、佐渡市にある北沢浮遊船工場よ。佐渡島にあるわ。突然だけど、ここでクイズを出そうかしら。北沢浮遊船工場は、とある映画の景色を彷彿とさせるスポットとして、有名なんだけど、マリサにわかるかしら？なんか、日本っぽくない神殿って感じがするから、インディ・ジョーンズとかか？秘宝が隠されてそうだよな。言っていることは遠からずって、感じなんだけど、不正解よ。答えは、天空の城ラピュタでした。あ、ラピュタねー。ラピュタも候補にあったんだけどな。惜しかったー。本当かしら？とにかく、この建物はかつて、佐渡鉱山から取れる、鉱石を処理するための先行場で、階段状のコンクリートの建物なのよね。それが、時を経て植物が生い茂り、天空の城っぽい見た目になったというわけなの。夜の景色も見て、とっても幻想的じゃない？うわぁ、ほんとだな、めったに見られないような景色なんだぜ。前紹介してくれたゴーストタウンとは違って、なんか神秘的な雰囲気だな。9つ目の新潟おすすめスポットは、湯沢高原スキー場よ。霊夢、私さっき言ったじゃないか。スキーやスノボは苦手なんだぜ。もちろん湯沢高原スキー場は、スキーをするのに最適な場所で、良質な天然の雪でスキーができることが、多くの人に人気なんだけど、近くに温泉街もあるし、雪の降らないグリーンシーズンでも、景色を楽しみながらのんびり遊べるスポットなのよ。温泉街があるのか、それは魅力的だな。ほら、夏にはこんなお花いっぱいの高原で、優雅にお散歩ができるわ。バーベキューを楽しめるレストランや、焚き火で焼いたピザが食べられる。イタリアンのお店も、高原の景色を見渡しながら利用できるの。ああ、食べ物を出されると、弱いぜ。ね。スキー場ではあるけれど、スキーをしなくても十分楽しいところだわ。まるっと同意だな。夏に高原で涼みながら、バーベキューを楽しみたいぜ。おすすめ新潟スポットも、いよいよ10個目に突入ね。お次は津南町にある、津南御霊公園よ。わぁ、すごい崖だな、しましまだ。これはね、柱状節理って言って、溶岩がゆっくり冷え固まって、できた割れ目なの。たまに石が崩れて、ガラガラ音を立てて落ちるから、石落とし、と呼ばれているわ。大丈夫なのかそれ？しかし、立派な公園だなぁ。石落としを見るために、できた公園って感じだよな。津南御霊公園のすごいところはね、ここはもともと田畑があって、炭焼きとかが盛んに行われていたところなの。それからしばらくは、荒れ放題だったらしいんだけど。そうなのか。じゃあ、綺麗にするために、国や町が資金を使って公園にしたのかな？それが違うのよ。なんと、そこの御霊集落の有志たち数名が、楽しむことを目標に、この土地を開拓していったの。それを基礎にして、今みたいな立派な公園になっているわ。それ、数名でできることなのか？しかも、楽しむことが目標？みんなで楽しめる場所を作るってことだよな。まるで成人なんだぜ。だからこそ、変に観光地らしくなく、そのままの自然の景色が楽しめる、美しい公園として、津南御霊公園が存在するのよ。
ある意味究極の手作りスポットだよな。まあさすがに、すべて手作業ってわけでは、ないでしょうけど、御霊集落の人たちの地元愛を、強く感じる公園よね。次は、糸魚川市にあるフォッサマグナミュージアムよ。なんかかっこいい名前だな。何のミュージアムなんだ？フォッサマグナっていうのは、ラテン語で、大きな溝、って意味で、ドイツの地質学者ナウマン博士が、日本で発見した大地の裂け目なの。その一つが、ミュージアムのある糸魚川市から静岡市にかけて存在するのよね。じゃあ、そのフォッサマグナとやらがあるっていうことを記念して作られた、ミュージアムって感じか？フォッサマグナや、糸魚川市で採れる翡翠など、地質や鉱物について、学べるミュージアムって感じね。そういえばマリサって、結構石拾い好きじゃない？お、さすが親友だな。そうなんだ、海辺とかで綺麗な石を見るとついつい、拾ってしまうんだぜ。フォッサマグナミュージアムは、地質や鉱物について非常に詳しい学芸員が、持ち込みの石を鑑定してくれるサービスを、やっているのよ。何気なく拾った石が、実は翡翠だったりしちゃうかもよ。糸魚川市の海岸では、結構翡翠がゴロゴロ落ちてるらしいし。面白そうだな。新潟に行く前に、お気に入りの石をピックアップしておくぜ。毎日やっているわけじゃないから、公式ホームページで確認してね。12個目は新潟市、新潟平野の水郷よ。田んぼに映った空がとっても綺麗よね。おお、これ、田んぼなんだな。新潟ってお米が美味しいイメージがあるぜ。新潟平野、つまり越後平野は、信濃川と阿賀野川の二つの川によって、できた大きな平野で、米の生産が非常に盛んなところよね。田植えが始まると、こんなに澄んだ水面は見られないから、田んぼに水が入っていて、かつ、田植え前の限られた期間だけ、この美しい景色が見られるの。めっちゃ限られた時期だけなんだな。だいたいいつ頃なんだ？実は、最後に用意している、とっておきの新潟スポットも、同じく時期が重要だから、合わせて解説するわね。お、とっておきなんて、楽しみだぜ。最後はこの、十日町市にある星峠の棚だよ。おお、ここも、田んぼに水が張っていて、空が地面にもあるみたいだ。さっきの広い田んぼとは違って、ポコポコいろんな大きさの田んぼがあって、鱗みたいで可愛いな。棚田は傾斜のある土地で、なるべくたくさん収穫できるように作られた、工夫の詰まった田んぼの形と言えるわね。ここも水を張っている時期は限られていて、しかも12月から4月下旬くらいまでは、雪の影響で近づくことすらできないわ。冬は見に行くことすらできないのか。だいたい4月下旬から6月上旬の春の時期と、10月中旬から11月上旬の秋の時期に、水郷の状態の棚田が見られるわ。ちなみにさっき紹介した、新潟平野の水郷は、その春の時期を狙うのがおすすめよ。両方楽しもうと思ったら、ゴールデンウィークくらいに行くといいかもな。その時期はめちゃくちゃハイシーズンだから、混み合うことは覚悟しておいてね。ちなみに星峠の棚田は、夏の時期も緑いっぱいで綺麗だし、稲が実る時期も、緑と黄色の模様になる様子が可愛くておすすめよ。雪の時期以外はいつでも見頃なんだな。絶景を見られる新潟県の観光スポットを、たくさん紹介したわね。どうかしら？食べること以外にも、いろいろと新潟観光の、目標ができたでしょ？霊夢がいろいろと教えてくれたおかげで、新潟で見られるいろんな景色を、全力で楽しみたくなったぜ。けど大変だ、霊夢。どうしたのよ？どうやら新潟の絶景スポットは、全部楽しもうと思ったら、春夏秋冬いつでも新潟にいなくっちゃいけないんだ。確かに、春はさっき紹介した田んぼの水入れ時期で、夏は湯沢高原が気持ち良さそうな時期ね。笹川流れ遊覧船も夏がいいかもしれないわ。秋は苗場ドラゴンドラで紅葉が楽しめるし、しおり峠の滝雲が見やすい時期よ。冬にはおじや風船一揆があるし、美人林で雪景色を楽しむのも素敵だわ。ほらな、もしかして、新潟って一年中ハイシーズンじゃないか？一体いつ行けばいいんだ？でも考えてみて、マリサ、いつ行ったらいいかわからないくらい、いつでも見どころ満載なら逆に、いつ行っても最高、ってことじゃない。おお、確かにそうだな、いいこと言った。じゃあ、今から行ってこようぜ。いいわね、もしみんなも、行ってみたい新潟県のスポットがあれば、教えてほしいわ。紹介したスポットに実際行ってみた感想とかあれば、それも知りたいな。もちろん、今回紹介されなかったけど、ここもおすすめ、というところがあれば、教えてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。